あのいつもそば屋で、はい、天ぷらそば頼んで天ぷらそばにほうれん草のごまへと、うん、これもい大体あれだな3日に1回ぐらいこんなの食ってんだけどさあのー、ま俺はちょっとなんかこうまあこれはどうなんだろうな、うん、ちょっとあの食べるとねなんか垂れるのね、まあ、若い時もそうだったんだけど散、うん、らかるのよ、うん、汁とか、うん、そういうのさ年取ってくると。 なんかこう余計嫌なのよちょっと右霊に、うん、あの正直こんな小さな欲望でこんなことどうでもいいことなんだけど綺麗、うん、でに食べたなって思わそういうの考えないそういうのは。あんまり関係ない汚したら拭けばいいやって思う。<laughs> いやそう,そういうふうに思うぐらいじゃないとね。 男の子ななんて育て育らんないよい今日ねそうだけど、うん、だ大水とかさ、ねはい、こう食べた後自分の食べたカレーライスとか、はい、食べた後あこの人きれいに食べてさ,さっそうと去っていったなって思われたくない僕はそう思われたい、ね、だろうだろう、はい、ほらねお、うん、で,で,で思われたくないそういうふうに。ああの人が 食べるかきり、うん、汚く食べるかって綺麗に食べたいけど、うん。でき、なかなかできない。でも、そっちよりむしろ楽しく食べたい。うん、まあ、あのー。<ん>一人だ一人で行くわけだから、俺は、ね。うん、そんな、は、食べたらいい、はしゃいでさ、ね。 あのエビ天持ってさ、ね、こう見せびらかして食って食べたら、<laughs> おかしいだろ、そんなの。じじいが一人で、ね、周りの、おか、おかしいだろ、お前。え<だ>、<laughs> エビフライ、こうやってさ、ね、一本しか乗ってないエビフライ、こう見せながらさ。で、これ、今からエビフライ食べますよ。<laughs> おかしいだろ、そんなの。あ,あ私は結構、私もこぼすな。私、大体、新聞読みながらか、うん、週刊誌読みながらだから、うん、ちょうど。うん 受け皿になって週刊誌がびちョびちョになるけど <laughs> 週刊誌びちョびちョになっちゃう <laughs> うん、だからそれ一冊読み終わって帰るからそれはちょうどいいんだよね。いいよね読み終わっ,ってとどこの週刊誌だよ？うん、え、家から持ってきたあ家からお店のじゃないの？お店にこれ捨てといてくださいっつって渡してから。うん、あ、そうなんだ。うん、それはいいでもそうだけど、俺の言ってるのは、まあ、まあこの年になってだよ。だ垂ら,らすとかさ、そういうのに思われたくないないっちゅうかね。わかります。右レに そば屋だし、はい、パッて食ってきれいなそのなんかそこはちょうちあのねあのお盆四角いお盆にこう乗ってくる <laughs> 天ぷらそばお盆にこぼすいないのだからそのお茶の器とかね余分にきたそば屋のあれ、うん、とかをこのお盆の中にうまくこの箸とかね、うん、あのちゃんと並べて。うん 従業員の人がこれをさって片付けたらテーブルが片付くみたいにしたいのよ俺は、うん、じゃあいきなり蕎麦屋に行って「うん、すいませんホークください」って言うのホーク <laughs> お前お前,お前言ってる意味全然わかんない,ない <laughs> 箸だとこぼしちゃうか箸だ,箸だとこぼしちゃうかもしれないけどホークだったらほう、まあ、箸のこぼさないう、はあ、じゃあんだろうなんかいい解決ある赤ちゃんが使う、うんうんうん あの、あれ、プラスチックの前掛けみたいなあ。前掛け、落ちでも、して、そうですね。六十六。六十六、六十六だ。なんで、俺、は前だれみたいな変な、前の、あの上、上、に、こう、そっくり描いたようなさ。赤ちゃんのつけるやつをつけなきゃいけない。透明なも売ってるよ。透明なもん。透明,透明なら気づかれ、<laughs> 透明なら気づかれないってもんじゃない。それなんか、赤ちゃん用の、なんか、器もあるじゃないですか。 それに一回入れて鳥皿に入れて食べればいい,ばい,い <laughs> 自分で持ってくるそれ <laughs>、うん、プラスィックかなんかで出てるそうですねそれもお借りしてでそれでこぼさないように昨日すごい気遣って食べた昨日も言った昨日、はいはい、すごい気遣って最後の最後であのほうれん草のごまあえのごまだれがトントントンって3つ落こった<ー>。どこにお盆の中にお盆だったらボール That's what I'm saying.